ランダとの親善試合では、ノルウェーはフルセットにまでもつれ込んだりとか、去年ロシアとやった時も、3セット目は25対23まで迫ったりとか、他の国々とフルセットまで戦ったりとかっていうことがあって、正直その、やっている選手のキャリアとか、そういうチームのスタッフのバックアップ体制とかっていうのでは、本当に比べ物にならないぐらいなんですけど、ノルウェーチームは、そういう不利な状況を覆すぐらい、毎日死に物狂いの努力をして、やれることは何でもやろうっていうような、気持ちでずっと毎日やってきているので、非常にこう進歩が早いというか、なかなかその追いついたり追い越したりするのは、その段階では難しいかもしれないんですけど、ちょっとでもその差を埋めようというようなことで、本当に、ちょっと想像できないぐらいの努力を、指導者も、選手もみんなやっています。ノルウェーチームなんですけど、さっきも話したように、非常にバレーやってるキャリアは短いんですけど、その中でいろんな創意工夫をして、で毎日内容の濃い日々を過ごす中で非常に力をつけてきて、でそういういわゆるそういうキャリアの面とかバックアップの面でいうと、ノルウェーには勝たなければいけないようなチームに、ノルウェーチームが、肉薄して、本来なら、ノルウェーに勝たなければいけないような、いわゆるそういう資金面であったり、人材の面であったりっていうところで勝っている強豪国といわれるような国が、実際ノルウェーチームに負けたり、実際ノルウェーがそういう強豪国に勝ったりとか、フルセットまで行って、その後のいわゆるセット率とか得点率でノルウェーより下回る順位になったりとかっていうことが起こってます。ただかといってじゃあノルウェーの現状が、それでいいのかっていうと、そうではないっていうふうに、インドさんも、思っておられるということです。で、何か一つの、そういう、協議会で勝てばそれでいいっていうことではなくって、やはり継続して、強くなっていくためにはまだまだノルウェーとしてはやらなければいけないことが山のようにあって、そういうことを一つ一つクリアしていけるかどうかが、今後、もっともっと強いチームになれるかどうかだというふうに、思っておられるということを聞きました。実際今日練習で、本当なら明日メインで出る予定だったセッターの選手がちょっと腰を怪我してしまって、で、本来ならチームドクターや、トレーナーが、治療したりっていうことになるんですけど、今回ノルウェーチームにはそういう人材もいてなくて、で、困ったなってことになったんですけど、たまたま対戦国のトレーナーがちょっと見てくれるということになって、実際それ見てもらったんですけど、そういうふうな人材の面でも非常に、現状では、そういうのが、今日そのセッターの選手が、ちょっとアクシデントがあって腰の怪我をしてしまったんですけど、実際ノルウェーチームには、それを治療してくれる人はいてないっていうのが、現状です。で、僕も、
まあ、昨年 の、 そのノルウェーのユースの、代表の選手権、あのヨーロッパ選手権にもまあ参加させてもらって、その時にまあラトビアに勝って、ノルウェーでは初めて2次ラウンドで勝利するという、まあ、歴史的な瞬間に立ち会わせてもらって、で、まあ、その時の選手が、まあ、1年後今度はジュニア選手権に出るということで、まあ、また何か、そういうノルウェーチームのお手伝いができればいいなと思って、今回はこうやって来させてもらって、で、まあまあ、当然データを取ったりとかっていうこともするんですけど、まあ、練習の中では、今日は、2メーター近い選手に相手に、まあ、普段リベロしている僕がジャンプサーブを打って、それを選手が取るというようなことをの練習をしたりとか、まあ本当にこういろいろと、まあ、僕もその当然試合になったらデータバレーでデータを取るってことなんですけど、それ以外の時は、まあ、いろんなことを任務があって、やっぱり日本にいるとどうしても、まあ、いわゆるそういうメディアに出てくるような、まあ、チームっていうのは、まあ、例えばロシアとかブラジルとかアメリカとかイタリアとかっていうような国はよく、まあ、みんなこう目にするし、そういう情報はよく得れると思うんですけど、まあ、やっぱり実際こう、まあ、僕も自分の足で、まあ、こっちに来て、で、まあ、以前にはデンマークの一部リーグで実際に自分もプレー してみたり、まあ、去年はポーランドのプラスリーガーを、まあ、観戦しに行ったりして、実際自分の目で、見て、で、まあ、見たから、これはまあちょっと言えるんですけど、まあ、本当にこう自分が知らない世界が、バレーボールの中でもそういう世界がまだまだたくさんあるし、やっぱりそういうことも含めてバレーボールだと思うので、まあ、日本の中にいて、自分が例えばそういうメディアとかで得れる情報だけがバレーボールではないし、まあ、逆に言うとそこで得れるバレーボールの情報っていうのは本当に本当にごく一部であって、大部分は自分の知らないところにあるので、やっぱりそこまでしっかり、まあ、把握していかないと、本当のバレーボールっていうのが何かっていうのをやっぱり見誤るんじゃないかなっていうふうに、今ちょっと感じてます。